OSK ドラマシアターカルディアの高尾、2月22日土曜日より3月2日日曜日まで大阪大丸心斎橋劇場にて開催します。主演は高瀬真央。ドラマチックな OSK の舞台をお楽しみください。詳しくは劇団ホームページをご覧ください。井浦綾人です。カルディア王国の第二王子シムールを演じさせていただいております。愛すること、信念を貫くことの難しさを改めて教えてくれる作品です。大切に演じたいと思いますので、ぜひ劇場にお越しください。マーサリトです。亡き王の後を継ぎ、国を取りまとめる王妃の執政官、イルハンを演じさせていただきます。謀略が渦巻き、愛を貫くだけでは生きられなかった時代の人間模様をドラマチックにお見せいたします。ぜひお越しください。織原有沙です。王妃ロザリアを演じさせていただきます。今年に入って私は初めての舞台ということで、早見先生の壮大な作品に私は王妃として出演いたします。人として、母として、そして王妃として、使命に生きる難しさと無念さ、そして人を慈しむ大事さを感じていただける作品になっております。皆様、劇場でお会いしましょう。牧名小鳥です。今回のお芝居では、私は不思議な力を持つ無都族の娘クラウディアを演じさせていただきます。お芝居の中では、どんなに虐げられても痛めつけられても人を愛することの素晴らしさを教えてくれる作品になると思います。皆様、ぜひ劇場でお楽しみください。高瀬真央です。カルディア王国の第一王子アズランを演じさせていただきます。神話の香り高き時代の謀略渦巻く王家の物語、アクションあり悲劇あり、ラブロマンスありのシリアスなドラマをお届けいたします。今回は私もアスラン役を通じて、また新たな魅力をお届けできるように頑張りたいと思っております。緊張感あふれる OSK のステージ、ぜひ見にいらしてください。劇場でお待ちいたしております。